さあ、その美しい姿よ、テラサル。宝石のごと輝け、操りしポケモン、操られしポケモン。俺はトレーナーとして、お前を操る。ブーピック。どうも、ボーブです。今日はブーピックを使います。また、宝炎地方を使っていきます。で、今回タイプエスパーで、テラスタイプもエスパーです。で、今回持ち物なんてこだわり銘柄で、今、このブーピック、めちゃめちゃ強いです。で、今回こんな技でやっていきます。はい、今回特性厚み脂肪で、魔法の氷、どっちも共に半減させて、凍る風、大地の力、最後キネスで、ね、自分、最後キネスはタイプ1で打てる、とんでもないバカ火力の、最後エスパー技で、今回中にも重要なのが凍る風です。今回こだわりメガネプラス控えめにしていることで、ガブリアスだったり、カイリュウだったり、サザンドラが、もしも対面になった場合、凍る風一発入れれば、もうあと勝ちなんですよ、相手が照らす気にない限り。そんだけこの技のデパートとも言えるこのブーピック、今最強なんで今回使っていきます。早速やっていきましょう。それじゃあ行ってみよう。さあお願いします。ゴチヌゼルとかいんのか。ただブースター、待って、これブースターとか来られてちょっときついか。開幕ブーピック行って、で、まあ X レッグ控え、あともなんかドンカラスでなんかどうでもなんない。さあ、誰から来るか。ブースター、いやこれさ、待って、いや、これはもう言っていいよな。大地の力、こだわりメガネ。もうこの可愛い豚ちゃん、見てこのステップ。踏めるか、このステップ。もう大地の力いきます。いやー、耐える。熱い脂肪のおかげで耐える。で、大地の力。はい、最強。最強。で、今回S は1だけ振ってるんで、まあでも今回基本特殊受けなんですよ、このブーピック。うん、完全特殊の、受けなんで、電流か、いやこれさ、テラス切ってくる。いや、今のを見てたって、切るわけないと思うんだよな。ごめん、一回 X レッグに引くわ。このブー、ここで電流出してくるのは絶対に怪しすぎる。いや、どっちにしろ、仮に相手が普通に出してきた場合にしろ、一回戻って、テラス最近に切るわ。うわ、充電とこ、いや、でもこれじゃあ X レッグに引いたの、頭いいんじゃないか、俺。出会い頭でいきます。充電型電流か、あの特防の種族値をさらに充電で上げる。なるほど。ある種脳筋だ。いや、しかも強え。いや、最悪。いや、ただ電流回復技がないんで、あったっけ？いや、自己差ないよな。一番、もうこれ耐えねえな。まあ十分やってくれた。いや、したら、うん、耐久型やな。ってことは、電流に S 振る、やからはいないので、これは、ブーピック。で、裏考えろ。いや、受けれないんじゃないか。なら、テラス、タイプ1、サイコキネス、行こうぜ。ブーピック。さあ、その美しい姿よ、テラサル。宝石のごと輝け、操りしポケモン、操られしポケモン。俺はトレーナーとして、お前を操る。ブーピック。さあ、タイプ1、サイキネス、メガネ、控えめ。強い。誰が止めれる。で、 S も80あるんで、あ、まあヘラクロスか。ヘラクロスはさすがに、彼の方が早い。うん、まあ連続最近で何やってる。研磨、まあ結局ドンカラスがいるんで、まあアクロバットで落とせるよな。うわ、6ブラ、いや、しかし当たらない。いや、でも俺これタスキじゃないか。あ、違うわ、あ、強え。ありがとうございました。ルーピック回復でザングース意外といいような気がする。うん、で、あともエクスレックでいいわ。さあ、何でか来るか。ノココッツか。なるほど、ノココッツか。一番めんどくさいかも。
お前一番めんどくさいけど、お前これザングースで行くわ。あのヘビニラに来たら、あの毒毒玉で、あの解消します。多分なんかね、ヘビニラビが来ると思うわ、ノココチなんか基本的に。で、あとも基本巻き巻きして、やるのが、あ、ステルスロックだった。それはそれでめんどくさい。いや、したら、もうタイプ1から元気を。いや、ごめん、スリカ一発やるわ。ごめん、スリカ一発やります。うわー、しかもここで決まったのいいんじゃないか。え、ガブリアスにこれ入ってんの？めっちゃいいかもしれない。なんか、スカーフとかパクれ。命の玉でもいい。なんかばかり。お盆のみがよ、なんか仕掛けんな。ペッショペッペッまあ、ガブ、やったが、ちょ、剣前だるいか。うん、剣前だるいんで、もうこれ空元気いっちゃおう。マキリシじゃない、なにこの音。え、何これ、マキリシステルスロックで大ダメージを与えたいっていう、そういうスタイルか。いや、しかも勝ってこんなことあるってぐらい勝てんだけど。ごめん、これじゃあ一発見切れれるか。うん、これ一発見切れる。多分ドラゴンテールとかそういう技やってくるのか。あー、やっぱドラゴンテールか。なるほど。だから、鬼耐久型のお盆のみだったのか。いや、オッケー。したら、確かにステロプラス巻き菱ダメは、なかなかどうしてえげつないものがあるが、ここもじゃあ2連見切り決めます。あの、30% 俺引けるんで。で、ギリ耐えてるわ。ギリ耐えてるけど、あの、これ、ステロダメージ死ぬわ。いや、オッケー、ブーピック戻ってきてくれたらいいわ。で、嫌な対面である、ガブちゃんがここで退場と。いや、したらごめん、俺テラス切ってノココッチやるか。うん、テラス切ってノココッチ、ミミッキュか。だる。だるミミッキュ。これ絶対剥がさないとあかんわ。ごめん、ちょっと、絶対剥がしたいんで。ごめん、凍える風でいいわ。剣前がほんとだるいんだけど、それ。で、OK。化けの皮剥がして、で、これ優先度マックスになったんで、ごめん、これ X レックにテラス切るわ。で、ここザングースを、ちょっとごめん、申し訳ないけど、ザングースクッションにするわ。で、残ってるノココッチはもう、ブーピックたちがタコ殴りする。いやー、ドラゴンテールで減った時に HP、お盆食ってくれればな。照らしてるか。いや、これ読めたらでかいぞ。ゴーストか。いや、オッケー、なら、うん、いや、いいわ、なら直さらいい。もうこれ、X レッグに絶対切ります。もう、鍵打ちやな。剣前鍵打ちってことは弾だな。オッケー、そういうことをやってくるやからであるならば、俺はそれに答えよう。その鐘を鳴らせ。その、勝利の兆しを。祝福の音を。美しき永遠の音を。羽ばたけ宇宙の彼方へ、出会い頭、決めてこう。で、まあさすがに色眼鏡プラス弾で落ちる。うん、強すぎ。で、ノココッチンじゃん、これ変わらわりで、なんか変わらわりやりまくるか、ちょっと。色違いのココッチが来てるから、これはもう瓦割りの方が入るかな。140 2倍140よりも、こっちも入るな。瓦割りで、あ、十分。
ドラゴン、お前も持ってんのか。いや、ただギリもう一発殴れるよな。何これ。いや、分かった。なら、いや、オッケーオッケー、なら分かった。タイプ1、最後にっす。メガネ。あ、すげえや。いや、めんどくせえ、お盆か。いや、でも、いや、待って、これ。だる。いや、特防下げろ。特防下げろ。最近で特防下げる。マジで誰これ。マヒルナ、マヒルナ、マヒルなければ勝てる。いや、ちょっとそれはほんとよくない。いや、ちょっと待って、ほいや、ちょっと待って、これだって、いや、ま、でもそうか、いや、え、落ちないよな。いや、もうクソショーン。いや、待って、ブーピックで分かった。最近に急所、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